いいいつもごご覧いただきありがとうございます今回も大谷翔平6月最終戦は無安打で今季3度目2桁失点完敗12本塁打で日本人最多5度目の月間 MVP は有力ドジャースの大谷翔平選手が30日日本時間7月1日敵地でのジャイアンツ戦に1番指名打者で先発出場。 3三,三振を含む5打数無安打に倒れ連続試合安打が4で止まった6月最終戦は快音なしに終わったが6月は12本塁打24打点をマークし日本選手最多通算5度目の月間 MVP 受賞が有力な情勢だチームは4対10と今季3度目の2桁失点で完敗したチームは8勝1敗の先発ジェームズ・パクストンが4回9失点と 毎回失点の第536月6日パイレーツ戦以来の2桁失点6月14日のレンジャーズ戦以来5カードぶりの負け越しとなった打線はクリス・テイラーがソロ本塁打を含む2打点と気を吐いたが序盤の失点が重くのしかかった打率3割1分6厘26本塁打67得点長打率6割3分5厘 OPS1.034 はリーグ5冠をキープ。 62打点はリーグ3位でトップのフィリーズのアレク・ボームと6差となった得意の6月はこの日で終了99打数29安打の打率2割9分3厘12本塁打24打点3盗塁の好成績を残した日本選手最多を更新する通算5度目の月間 MVP 受賞の有力候補となっているこの日はメジャー初先発のジャイアンツの右腕 スペンンサー・ビブンズに封じ込まれた初回はいい当たりのファーストゴロに打ち取られると第23打席は連続三振8回は前日に続く2戦連発日本選手初のスプラッシュヒットが期待されたが3番手ランデンループにチェンジアップでタイミングを外されてライトフライに倒れたチームは9回に打線がつながって2点を返しなおも西二塁で大谷に第5打席が回ったが テーラーロジャースの前にこの日3個目の空振り三振今季4度目の1試合3三振を喫し最後の打者となった出塁も打点もなかったのは6月13日以来15試合ぶり試合後にはクラブハウスで移動のバスを待つ時間を利用してロッカーの椅子に座ってタブレットを見つめていた大谷は前日の3回にはスペンサー・ハワードのスライダーを捉えセンターバックスクリーンに26号ソロ。 ナ・リーグ本塁打大争いで2位のマーセル・オズナブレイブスに5本差をつけメジャー通算500打点にもあと1通算200本塁打はあと3に迫っていた前日の延長11回には2試合連続の申告敬遠で歩かされたが直後のウィル・スミスからの5連打などで大量7点を奪う対象に貢献した申告敬遠を含めた2試球で8試合連続四球その間は12個に達し 絶好調の大谷に対する警戒は一段と高まっているデーブ・ロバーツ監督はこの日の試合前に取材に対応大谷が2試合連続で深刻敬遠と勝負を避けられていることについて大谷の後を打つウィル・スミスは最近当たってなかったし今までは後ろにフレディ・フリーマンがいたからそれが敬遠支給が増えている原因だと思うでもそれは我々にとってもウィル・スミスにとってもチャンスになる 兵の敬遠支給は例年より多くはないが彼は敬遠支給に値する彼は良い打撃ができているし素晴らしいと分析していたより慎重になるものだ大谷翔平はホームランダービーに出場できないーメデデメィア・ドジャースとしては大谷はホームランダービー出場に意欲を示しているが右ひじのリハビリを続けている状況を考慮し同球団を率いるデーブ・ロバーツ監督は慎重な構えを見せた 米メディア、ブリーーーチャーレポートが報じている。大谷は昨シーズンに右ひじじ帯を損傷し手術を受けたことで今期の登板が不可能になったそれでも指名打者としてはプレーできるため打者専念で今シーズンに臨んでいるそしてナディーグ本塁打ランキングでトップを走る26本のホームランを放つなど手術の影響を感じさせない活躍を見せているそれゆえに 大谷のホーーームランダービー出場を期待するる声が高まっているしかしロバーツ監督は大谷がホームランダービーに出場することは野球界にとって明らかに素晴らしいことだとしつつその一方でドジャースの監督としてはより慎重になるものだスイング数が増えて強度が増すし肘のリハビリ過程にあるという事実があるからだと述べ右肘のリハビリに影響する可能性を懸念した確実に脳を突きつけたわけではないが 球団側は大谷のホームランダービー出場に難色を示している最後までご覧いただきありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録高評価コメントをよろしくお願いいたします。